皆さんこんにちは、瀬田からです。突然ですが雑草駆除、皆さんねどうされてますか？この時期になると勢いよく成長してくる雑草、この雑草駆除結構ね大変なんですよね。苦労されている方も多いかと思います。僕も庭付きの家をセカンドハウスとして購入したのですが、その時ね一番悩まされたのが雑草でした。抜いても抜いてもすぐにね生えてきます。除草剤もいろいろと試しました。この時はねいいんですけど、またね数週間したら新しい子たちが育ちます。除草剤がね全く効かない雑草もいますよね。たくましいです。除草剤以外にも、お湯がいいとか塩がいいとかお酢がいいとかいろいろとありますが、それでもねまた新しい雑草が生えてきます。年に数回、毎年やっていくの結構ね大変ですよね。でこの除草作業、もうねやりたくないという人におすすめなのが超硬い固まる防草砂です。今回はこの防草砂を施工してから約3年、防草砂のおすすめな理由、施工方法、そして3年目の現状を見てもらおうと思います。過去に超硬い固まる防草砂の動画を上げていますので、その総集編ですかね。やっていきます。東京都内、夫婦と猫1匹の賃貸暮らし、新たなライフスタイルを求めて、海や山、自然を感じる場所、都心から車で約1時間くらいの場所、築51年の中古物件を購入しました。2拠点生活、セカンドハウスという理想のライフスタイルを実現するために、休日を使って DIY フルリノベーションしています。このチャンネルは夫婦2人が理想の家を作る物語です。超硬い固まる防草砂、簡単に説明すると、地面が硬くなって雑草が生えてこないという商品になります。この商品の特徴は、なんといってもその施工の手軽さです。強度も高く、車の出し入れ、駐車場でも使えます。また水はけがいいので、雨が降っても水が流れず、暑い夏の日、水をまけば打ち水効果もあります。あと施工する際に必要な工具や道具、工夫次第では家にあるものでなんとかなります。工具や道具を新たに買わなくてもいいというのが手軽でいいですよね。まずは施工の手順から。施工したい場所の雑草を抜いて、石ころやゴミを取り除き、整地をしていきます。この後は地面を転圧して固めていきます。コンクリートブロックやレンガなどを使って地面を叩きつけていく方法もありますが、僕たちはねちょっと面倒くさかったので、地面を思いっきり踏みつけて固めていきました。もちろんお昼ご飯をたらふく食べて増量後にやっています。整地転圧した地面に防草砂を厚さ5センチ以上で敷き詰めていきます。その上から軽く転圧しながら、木ごてや角材などを使って表面を整えていきます。僕たちの場合は角材を使って平らにならしながら、ほうきを使って表面をなだらかにしていきました。そして浄炉かシャワーガンを使って柔らかい水滴で、表面が濡れる程度で散水をしていきます。 1、2時間後、もう一度散水、今度は施工した防草砂に全て水が行き渡るように水をかけていきます。1週間かけて硬化、そして完成です。いやー、もうだいぶ変わりましたよね。この広さ、2人で1日あれば施工できます。特にね難しいことはないと思います。雨など水の流れ、勾配はどうなのと思う方もいるかもしれませんが、吸水性が高いので、水の流れとかを考えて勾配をつける必要がないんです。このね鬱陶しい庭からここまでね綺麗になったら、もう大満足です。これで除草作業ともおさらばです。もちろんメリットだけではなくデメリットもあります。防草砂は1袋15キロ入り、1平米あたり5袋必要となります。僕が買った時は1袋780円くらいでしたね、確か。近くのホームセンターで70袋くらい買いました。ネットで注文する場合は、商品自体がね重いので送料がかかってしまいます。車で購入をする場合は、量がねあるので、何往復かしないといけないと思います。それなりの広さだと、それなりの量を使うので、お金はかかると思います。材料費的にはコンクリートの方が安いんですが、DIY でやるなら、施工にそれなりの知識と工具が必要です。そして施工労働力がね半端ないので、気軽にはねできないですよね。
暴走砂は材料費が少しね高くつきますが、まあ、施工が楽、道具や工具を新たに買わなくてもいいということを考えれば、まあ、トータルバランス的には安く済むと思います。あともう一つデメリットを挙げるとするなら、日当たりが悪い場所は苔が生えてきます。まあ、なので日が当たらない場所はなるべく避けた方がいいかもしれません。あと気になるところは耐久性ですよね。まあ、施工してから約3年、まあ、実際は2年と10ヶ月後はこんな感じです。まあなんか雑草はね、ほぼ生えてない感じ。ちょっとこういう、端とかに少しこう生えるぐらいで。まあでも簡単になんか根が張ってないんで。そう。かなり、本当にすぐ取れる。簡単に、こんな感じで、取れます。まあでも本当ちょっとしか生えてないよ。うん。あとはまあこういうちょっと、苔、日陰のところとか、うん、まあ普段ここら辺は車を置いてるんであれなんですけど、まあ端とか苔が生えるぐらいかな。これ全部多分あれして暴走砂の砂だよね。まあそうだね、ちょっとずつはやっぱ削れていくんだろう、ね。うん、本当土っぽい感じになっているような、まあそれでも、まあ全然なんか割れとかはないの？割れは全然ないね。車の出し入れもしていますが、特にね、ひびが入っていたり、まあボロボロになっているところもありません。まあ少し削れているかなとは思いますが、まあそれくらいですかね。まあ雑草もほとんど生えてこないです。まあ壁際の方にちょろちょろっと生えていますが、根を深く張っていないので、まあ軽くスッと抜けます。まあ、耐久性もそれなりにあると思うので、まあ、やってよかったかなと思っています。おすすめです。暴走砂よりは強度が落ちるのですが、まあ、暴走くんとか固まる土とか似たような商品もあります。強度がそこまでないので、まあ、車やバイク、自転車、人がねその上を歩いたりとかしないような場所であれば、まあ、こちらの方がいいかもしれません。お値段も暴走砂よりは安いですからね。家の脇のこんな隙間には除草シート、その上に砂利を引くのがいいと思います。まあ、雑草対策だけではなく、まあ、防犯面でも役立ちますからね。ということでいかがだったでしょうか。まあ、要はね、適材適所で、まあ、使用目的に合わせて雑草対策をしていくのがいいということですかね。まあ、僕は家の周りをぐるっと雑草対策したので、まあ、去年からね除草作業していません。ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回もまた見てくださいね。バイバイ。セタカラからオリジナルブランドイエメッティ、おしゃれで機能的なジャンプスーツ、つなぎを作りました。僕ら夫婦が普段着て作業しているつなぎです。shop.setakara.com から購入できます。そしてインスタグラム始めました。まあ、作業の裏側とかタイムリーな状況を上げていこうかなと思っています。まあ、フォロワー数、いいねが増えていくと更新頻度が上がっていくと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。